平野翔とラウールが FNS 歌謡祭で共演。リエハタがつなぐ夢のステージ。ナンバーアンダーライン愛、スノーマン、B、ファースト、人気グループをつなぐキーマンに。平野翔スノーマン B、ファーストジョアン、壁を越え、すべてをつなげる、キーマン。ナンバーアンダーライン愛の参戦も秒読み。日本のダンスボーカルシーン。 新時代の幕開け。12月6日と13日の2週連続で、富士テレビでは大型音楽特番20、2023FNS 歌謡祭が放送される。第1夜、6日放送はブリトニー・スピアーズを担当したこともある有名振付師中曽根里の監修の、7人のスペシャルメンバーによる一夜限りの夢のステージに大いに注目が集まっている。参加メンバーは、 旧ジャニーズ事務所、ゲン、スマイルアップのスノーマン・ラウール、20B、ファーストのソタ、22、ジョーアンの川尻蓮、26、多国籍グループチームの K、26、LDH 所属のジェネレーションズの中塚優太、30と3、ダイメジェソウル・ブラザーズでエグザイルの n a 40、ダ・パンプのケンゾ、38の7人。所属事務所の垣根を超えたダンス集団である。 ラウールさんは、旧ジャニーズ事務所に所属する前から、マイとラウール名義で小学生ダンサーとして活躍していて、ダンスの世界大会で準優勝したこともある超実力者です。そして注目すべきは、ラウールさんが師匠と仰いでいる振付師の名前ですね、女性誌ライター。小学生時代にラウールが所属していたダンスチームは、 リエハタ東京リーチ獣院洋フストイバーン平太ボーイの3チームだが全て世界的ダンサーアーティストそして振付師であるリエハタが指導していたダンスチームだ中学卒業後単身アメリカに渡りダンスの腕前を磨いてきたリエハタ世界を股にかけ活躍する彼女は以前からダンス好きの間では知らない人はいない有名人だったが デナンバーアンダーライン愛の平野二27の存在もあり、ライト層にも急速に知名度が上がっている。平野さんもリエハタさんを憧れの人物と明言していて、その縁で彼女はキンプリ時代に楽曲、月読みや一番の振り付けを担当。岸優太さん、28位が9月末でジャニーズ事務所から退所して10月に平野さん、神宮寺優太さん、 26とナンバーアンダーラインアイを結成する前にも、リエハタさんは平野さんとインスタグラムで共演していました。全道平野は7月7日、神宮寺と二人で滝沢秀明氏、41位のエンターテインメント会社、戸辺へ合流し、インスタグラムを開設。9月24日にリエハタはインスタグラムのストーリーズ機能を利用して平野翔太の皆さん、 任せてと平野がらみで何らかの動きがあることを予告していたが2日後の26日に「ザ・ファースト・オをブーショ× r i e h と題して平野とリエハタとコラボダンスを披露していた所属事務所の垣根を超えたダンスコラボが活発化しているさらに ナンバーアンダーラインアイ結成後の11月24日と26日には k a z CFIRE とナンバーアンダーラインアイのコラボダンス動画を両者の SNS で披露しているが、KAZ はリエハタのが代表を務めるダンスパフォーマンスチーム、リエハタと去のメンバーである。今回の FNS 歌謡祭に出演している B。 ファーストのソタさんもリエハタさんと12月2日と3日に大阪京セラドーム大阪で開催された音楽フェス DUNK ショーケースイン京セラドーム大阪でコラボしたばかりですし上腕も4月5日発表の楽曲トリガーでリエハタさんの振り付けで踊ったばかりリエハタさんはダンスボーカルユニットの世界ではカリスマ的存在だから こうしたつながりの話はこと書か,かないんです。最近はプロダクションの垣根を越える企画が多いだけに、彼女は参加メンバー同士をつないでいく重要なキーマンになるのではないでしょうか。前室の女性紙ライター。今年7月15日放送の音楽の日 TBS 系では、エンタメ界からダンスのギフトと題して、 総勢90名のスペシャルコラボダンスが行われた。ダパンプ、ST キングス、三代目 J ソウルブラザーズ、g e n e r a t i ョ n s j o ン、n IN INI、b ファ f スト、s t &Team、そして旧ジャニーズ事務所のトラビスジャパンが出演し、注目を集めていた。音楽の日の時点で旧ジャニーズ事務所では、創業者ジャニー北川氏、 去年87の加害問題の影響でいわゆる忖度は弱まっていたが、9月の会見で事務所が正式に加害を認めたことで忖度は完全に消滅。旧ジャニーズを含めて、事務所の垣根を越えたダンスパフォーマンス企画は活発になっていくと考えられる。リエハタがキーマン。旧ジャニーズ関連では、11月16日放送の ベストトヒット歌謡祭2023日本テレビ系で何は男子が、IN、i n i b ファーストと同期3組コラボパフォーマンスを披露したのも記憶に新しいそしてラッパーで音楽プロデューサーのスカイハイ、3 6は日本テレビによる大型プロジェクト DUNK ダンスユニバースネバーキルドを10月にスタートさせていて そこには平野さんと同じ戸べのアーティストである IMP も参加しています。スカイハイは、とにかくダンス業界を盛り上げようぜという強い情熱で動いているプロデューサーですから、いずれ同じ戸べのナンバーアンダーライン愛も DUNK に参加するだろうともっぱらですね、レコード会社関係者。ナンバーアンダーライン愛は、早ければ2024年の初頭には、 デビュー曲が発表されると一部で報じられているデビュー曲を引っさげて DUNK のような合同イベントに顔を出すことになると考えられているのだもう今年もあと1ヶ月を切りましたから n o ーアンダーライン愛のデビューまでも秒読みですよね彼らのデビュー後に s k y ハ h i と浜田違った立ち位置でリエハタが平野さんや n o ーアンダーライン愛 多くのダンスボーカルの壁を越えて全てをつなげるキーマンになっていくそして忖度もプロダクションの垣根もない特大イベントでナンバーアンダーライン愛を含めてあらゆるグループが一丸となって作品を作り上げるそうしてリエハタは日本のダンスボーカルシーンの新時代の幕開けに欠かせない人物になっていくのではないでしょうか全同 平野たちナンバーアンダーライン愛とラウール・ラスノーマンの共演も、そう遠くない未来に実現しそうだ。画像を指定みたい、平野け×リエハタ、キレキレで、超幸せそう笑顔中身ダンスコラボ。こんなダンスを B、ファーストや他のグループと混ざって披露されたら、多くのファンが魅了されることだろう。